ニルソン・ロヨラはペルーリマ出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・スポルティング・クリスタル所属。ポジションはディフェンダー。スポルティング・クリスタルのユースチームに2004年に入団し、フォワードとしてプレーしていた。その後、左のウィングにコンバートされ、2013年にクラブを退団した。2014年1月、FBC メルガルに加入し、当初は、 リザーブチームでプレーしていた。2月22日、スポルトワンカ予選でトップチームデビューを果たした。その後はリザーブチームでプレーしていたが、プリメーラディビシオンの優勝決定戦のレアルガルシラソ戦に出場し優勝に貢献した。2016年シーズンはフアンレノソグズマイ監督によって正式にトップチームに昇格し、レギュラーに定着した。 2016年5月18日、フルススポルティングクリスタル戦で初得点を記録した。2016年8月22日、リカルドがアレカ監督によって、FIFA ワールドカップ予選のボリビア戦とエクアドル戦に向けたペルー代表に招集された。2016年11月11日、パラグアイ戦で途中出場し、代表デビューした。 2016年11月16日、ブラジル戦で初先発した。2018FIFA ワールドカップに出場するペルー代表の本大会メンバーに選出された。ありがとうございます。